うも、オバトンです。今回ね、久しぶりに僕らにできることはツアーという、タイトルで大阪、東京、名古屋という3カ所を回らせていただきまして、はい。去年からね、コロナウイルス、新型コロナウイルスでたくさん、ライブが中止になったり延期になったりでいろいろあって、ちょっと僕たちも考えることが多くなってきた中で、僕にできることという新曲を、今年の2月にリリースすることができました。その曲をですね、引っ提げと言いますか、その曲を全国各地に届けたくて、今回の僕らにできることツアーというのを、開催することになったんですけれども、どんなツアーにしたいですか？まだ終わってない。もう終わったやつや、これ。あ、どんなツアーになりましたか？なりましたか。いやでもね、なかなかライブすること自体がもう、なんか悪いみたいな風潮やっぱある中で、もうやっぱりやってお客さんの顔を見て、笑顔を見て、すごい僕らも元気もらいましたし、ね、そういう面ではもう僕らがもうすごい勇気づけられるっていうか、そうですね、そういうツアーになったと思います。はい、あの仕事っていうかですか。まあやっぱりそうですね。サッカー選手か。まあやっぱりそう、ね、こんな状況でもね、やっぱ応援してくれる人への感謝といいますか、改めて感じれたと思いますし、感じましたな。今後に生かしていきたいなって思います。もうだから反省してもてるやん。ありがとうございました。今後に生かす。ぐちくんどうでした？聞いてもらいます？僕も。まあまあ2人が言ってくれたのもあるんですけど、まあそうですね、やっぱりこんな大変な状況でもやっぱ来てくれた人を一生大事にしていきたいなと、そういう意気込みでこれからもライブしていきたいと思います。来れへんか、まあ、もちろん来れなかった方も、ね、はい、やっぱり各々の事情がありますから、もちろん来れるのが正義みたいな言い方がいいのがいいよ、ほんまやね。いや、そんな冗談なんですけど、この状況で応援してくれる人、ダイジェスト動画見てくださる方もそうですし、はい、普段からね、オーバートン応援してくださってる方もそうですし、今までライブにずっと来てくださったけど、今回はコロナウイルスの影響でちょっと断念してくださった方も、全ての方に、非常に感謝申し上げます。よろしくお願いします。はい、ということでですね、5月に予定していた東京公演なんですけれども、はい、8月に、先月ですね、無事開催することになったんですけれども、まあ、3ヶ月の延期でちょっとたくさん待たせてしまった、人もいましたし、予定が5月やったらいけたけど8月はちょっと無理やったみたいな方も、いらっしゃったと思うんですけれども、また必ずツアーで東京に戻ってくるんで、その時はぜひ遊びに来てください。お願いします。それではダイジェスト動画見ていただくと。そうですね。どうする？まあ別に謎の来てくださった方だけを大切にしたい。こっちはどう？言ったか言ったか。はい、いただきましょう。はい、ということでオーバートンからは以上でございます。はい、それではダイジェスト動画はどうぞ。あいつはあいつの方がどうか羨んでた。なりたいのは誰かじゃない自分なんだ、自分なんだ。ばかりを気にしたり、当たり障りないようにしたり、何倍もやんないとって焦っても変わんないよ。ぐるぐる宇宙のルールに沿い、ループするこの地球、もういつもスムーズにことが進むわけじゃない、わけじゃない。ただひたすらに顔しわくちゃに笑うやつ、黙るまで休まずに、まずは深呼吸からの一歩ずつ、この道の道へ。周りが見えない、この空を見上げれば、okay. 3, 2, 1. もっと自由にグルーヴィーに口ずさんで、足りないもの探す旅をるの、難しく考えずに歌いながら行こう。はここもいたり、出たり、真っ黒の画面に映るのは、ブルーな感情
ドに浸るしけたのも仕上がおでも目覚めればスパルタ教育のお日様身も心も照らすお月様ブルタブルタで振り回せ道もブルな深い気づかないほど理由はない余裕がないなら一度立ち止まって真っ白お次はみんなで腕を振る舞うしょげてるなら針線伸ばして不足を忘れないで先で待ってるのは理想越えさらにもっと上のして書いてある頑張りすぎないでほしいなお風呂に入ってもその血が消えなくなるまで応援歌じゃなくてスキップしたくなるような歌がいいらしい次の週末までに完成させるから堤防散歩しながら聞こう君を癒すために出てた二重虹わたがしみたいな入道雲もいつもと色が違う丸い月をどうしようもない日には見上げて Everyday Every night 君のことを思わない日はないよ会えない日でも変わらずに Every day Every night 今日もまたそばにはいれないけれどせめて夢で会いたいおやすみ My honey 日々の大あり記した愛が会いたい気持ち抑え込めなくするだからいつも夜中に本校帰る場所が同じなら伝えるまま Your nice 思いは並んだ歯ブラシベランダにはよれよれの T シャツが揺れる触れる度に溢れる寂しいまた起きれば次会えるのはいつになるだろうかって言って立つな10日ほどお決まりの電話は日をまたぐおやすみまた明日ね僕の合言葉君だけにため息こぼした夜も眠れない夜もいつもそばにいてあげられないけど今日も一日お疲れ様だけは僕の言葉